講演を引き受けた俺は人前で話すようになる。2001年に這い上がりを出版して、読者の方から何百通もの手紙が寄せられた。手紙の多くは自分の辛い体験を綴ったものだった。小さな頃から親に虐待を受けていた人、難病で苦しんでいる人、心の病で苦しんでいる人、どれもみんな壮絶な人生だった。そんな読者の人たちが俺に対してこう言ってくれた。勇気をもらいました。生きていてくれてありがとうございます。私、死ぬことを選びました。世の中の人の多くは悩みを持っていて、それを隠しながら生きているんだ。俺はそんな人たちを幸せだと思い込み、俺だけが不幸だと思っていたんだ。人はみんな弱さを隠して生きている。ならば本当の勇気とは、自分の弱さを認めてあげること。本当の強さとは、同じ痛みを抱えている人に手を差し伸べられること。社会が言う弱者は弱い人たちじゃない。悩みや障害を抱えてきても、病気や怪我に苦しんでいても、彼らは普通の人ではくぐれない試練を選び取れるまで、魂を成長させた人たちなのかもしれない。彼らはかわいそうな人たちじゃなく、人生のチャレンジャーという素晴らしい人たちなんだ。俺はそのことを命がけで伝えていきたい。だから、あなたの大事な人に伝えてほしい。あなたの存在は宝物だ。その言葉をもらうだけで生きていけるから。どんなに弱い俺も、どんなにダメな俺も、どんなにちっぽけな命も、すべては祝福されてここにあるんだってことを。
愛はずっと君と共にあった。君を、君だけをずっと見守ってきたんだ。今君の愛は干からびて死にかけている。君が君自身に顔を背けてきたから、踏み落とされた世界よ、ね、愛せ愛せ愛せ、君とつながる全ての仲間を愛せ、何よりも君自身を。Shoot!